こんにちは社会人事部長の長の谷川光です、えー、ランチェスタ経営の武田洋一先生の日めくりカレンダーですね6日目ということで、えー、訪問型営業ではお客を多く作った1位の地域づくりが重要近いところや強い地域にはより多くの力を入れようということですね。 まあそのあたりちょっと補足の部分がありますけども、まあ、訪問型営業で最大の無駄は移動時間にありこれが業界平均より10%多くなると赤字になるということですね。まあ店舗型の、まあ、例えば飲食店とかですね、えーまあ、場合だとあの手待ち時間ですね要はお客さんがまだいない状態だったりお客さん待ってる状態の時間をいかに少なくするか。 タクシーの運転手さんであればやはり、えー、お客を乗せてない状態の時間帯をいかにするかと、まあ、こういうことになるんじゃないかなと思いますけども、まあ、本当にあの移動時間とかですね、この辺は、まあ、独立した方であればですね、まあ、いかにその… いかにそれを減らすことが大事だということはですね、まあ、多分分かってるとは思うんですけども本当にそのお客さんから呼ばれたりとかあこの辺にはお客さんからいる,いるから行ってみようみたいな形でですね、まあ、気軽に行ってしまうとですね、まあ、非常にこう非効率だったり無駄な時間が多くなってしまいますので本とその移動時間のことだったりその手待ち時間ですね、まあ、どれだけあるのかっていうことを、まあ、本当に年間でもまあ この武田先生は、ね、2回は検証しようということで書いてありますけれども、まあ、このことって非常に重要じゃないかなと思います。現状分析をして、次どうするのかということですね考えるということが、えー、次の成長のステップになるんじゃないかなというところです。